13というイベントで未来あかり DJ デビューしました。イエーイ、いやー嬉しいというわけでですね、そこで今日は見れなかった人のために映像をお見せしたいと思います。がしかし著作権の問題で音が流せません。ごめんなさいごめんなさい。ただですね、未来と未来に関しては流せる。なぜかというと赤井ちゃんが権利あるというわけでね、未来と未来は流したいと思います。それでは早速どうぞ。ご紹介しましょう、 DJ 未来赤井さんの時間。ありがとうございます。いやもう本当にこんなね、もう大きなアゲハさん
んという舞台で、そしてリアニメーションさんという大きなイベントでかけさせていただけるということは、もうね、こんな新人すぎる DJ がもう申し訳ありません、ありがとうございますという限りでございます。それではですね、早速皆さん聞いてください。聞いたことない方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、すごいポップでノリがいい曲なので、一緒にワイワイしていただけたらと思います。それでは参りましょう。未来あかりオリジナル楽曲で未来と未来。
本当にもう感無量だったんですけど、やっぱりねこう新しいものをこうねこう自分のこう中に入れ込むっていうのはめちゃくちゃ難しいんだなって本当痛感もしました。でね、もうとにかくもう選曲がめちゃムズで、もうでもめちゃムズなんだけどめっちゃ面白いの。なんかアニソン DJ ってすごい選曲の仕方が変わってるというか、いやまあ普通の通常の DJ のことは知らないんですけど、すいませんなんですけど、でもなんかアニソン DJ のならではのなんだろう、遊び心を取り入れたこう方法でこう繋いでいくっていうやり方もすごい師匠から教わったんですよ。でそれは例えばなんか2曲目にあかりがレッドフラクションっていう曲をね、あのアニメブラックラグーンさんの主題歌なんですけどをかけさせていただいて、でじゃあその次の曲をどう繋げるかってなった時にここにしよう。なんでバラライカになったかわかりますか？そうなんです、ブラックラグーンの中にバラライカというキャラが出てくるんです。気づきました気づいた人正解です。そうなんですよ。なのであのブラックラグーンの中にバラライカというキャラが出てくるから、次の曲あのあかりもバラライカって曲すごい好きなんですけど、やっぱり盛り上がる曲でもあるし、チャンバもバラライカしかねえということでつなげさせていただきました。そんな感じな、なんかちょっとねなんかすごいなんか楽しいね、遊び心あふれるこうつなぎ方も教えていただいて、だから他のところでもその2曲目から3曲目はそんな感じなんだけど、他のところでも実はねそういう感じのあかり的にこここうやってつなげたらあれなんじゃない、面白いんじゃないっていうのがちょいちょい入ってるので、よかったら皆さんまた調べてくださいそれ。はい、というわけでですね、今回あかりの DJ デビュー戦をみんなに見てもらったんですけど、今後も DJ としてもりもり頑張っていきたいと思いますんで、 DJ あかりをぜひ皆さんよろしくお願いします。このね DJ あかりといえばこのヘッドでしょ、おーかわいいでしょ。そう、今回ねリアニさんのためにね新調してもらったの。だからね今後はもしかしたらこのなんだろうヘッドホンがすごい進化していくかもしれないし、めっちゃもう光線がビュン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 とか出る日も来るかもしれないので、そういう楽しみもみんなにちょっとねドキドキしてもらいながら、 DJ のあかりも DJ あかり今後の DJ あかりも応援してもらえたらなと思います。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。